予選のフリーの演技が不本意だっただけに、このショートプログラムにかける決意はかなり並々ならぬものがあるのではないかと思いますが、ショートプログラムムソルグスキーのハゲ山の一夜で演技が始まります。8つのエレメントをこなしますショートプログラム。やはり最初のコンビネーションジャンプがかなり大きなポイントを占めてますね。3回転3回転のコンビネーションを予定しています。これです。トリプルルッツコール決まりました。よかったですね。はい、次ですね、これを決めてもらいたいです。トリプルアクセルを予定してるんですが、はい、高いジャンプが飛べるかどうか。3回転のアクセル、回転になって転倒です。ちょっと回転が足りなかったですね。はい、これは残念です。これが3つ目のエレメントになります、フライングスピン。これはサーキュラーステップシークエンスを実施してますね。はい、リンクのちょうど中央のところを丸く円を描くようにステップを踏んでいきます。はい、そうですね。音楽もよく捉えていいかと思いますが、はい、はい、スピードもあって良かったですね。はい、3つ目のジャンプはトリプルフリップでしたが、ステップアウトしてしまいましたので、コンマ3で引かれてしまうんですよね。うん、ちょっと厳しいですね。ちょっと大きなミスが出ましたね。これは足を左右入れ替えてのスピンです。はい、足替えです。これは6回6回回らなくちゃいけないっていうルールになってるんですよ。はい、ちゃんと回ってました。ストレートラインステップシークエンスです。はい、先ほどはサーキュラー丸く円を描くステップでしたが、今度はストレートにリンクを使います。はい、そうですね、これは良かったと思いますよ。はい、最後のスピンコンビネーションです。2分40秒の演技時間、エンディングはコンビネーションスピンで終わりました。2つのジャンプの大きなミスがありまして、得点はやはり伸びません。はい、3.7 から 4.1、 4.2 というところのポイントに抑えられてしまいました。ステップ自体は良かったんですが、そうですね、これで第1グループ6人終わったところで3位という現在のところの竹内の順位です。5、6、4、8、4、9